to in it, need a few minutes, feeling all lost in the waves now. Taking me over, making me older, making me doubt what I say now. おはようございます。完全な寝起きボソボソなんですけど、今日は朝の10時から島です、美容室です。可愛くしてもらいます。すごい、ここ可愛いね。うん、可愛い。顔周りの動きをつけました、うん、セットが楽そうです、ね、耳かけた時だけここに出るようにしてるの。え、ここ耳かけた時だけここに出るようにしてて、下ろすとここでボブになるようになってるとか。確かに。だから耳周りがこう抜け感が出るっていう。ただ耳かけても可愛いし、うん、下の髪も重たくしました。いいね。でちょっと伸びてきたから、はい、おしゃれに見えるようにしました。これ何色ですか？色はなんか、ね、チョコレートブラウンみたいな感じ。おお、ほっこり。ちょっと暗くしました。これかわいいです。おしゃれ。これかわいい。これかおりさん着てませんでした？お久しぶりです。かわいい。お久しぶりです。レイカさんも来てくださるんですか？いやー、かわいいです。テンション、声すごい高くなっちゃいました。美しすぎる。気になってるトップスを着てみました。パンツもダブルタックのスラックスを履きました。めっちゃかわいい。かわいいです。このデニムは絶対に買います。めっちゃスタイルよく見えますね、これ。このトップスもシアーで可愛い。これとこのパンツも欲しいです。可愛い。パンツ？うん。大きくないですか、これ。スタイルいいから別にもうちょい普通に上げて、うん、ベルトで締めても全然いい。解説中ですよね。可愛いですよね。可愛い。やっぱこっちの色の方が似合いますね。うん、あのもう一色の色の方も全然にめちゃくちゃ似合いそう。ねー。ね、ここかわいいね。かわいい。おいしそう。カメラも一緒、私たち。かわいい。休日の過ごし方、スイーツ作り。店頭に立ってるのやばくないですか？リニューアルしました。神宮前店広くなった。吹き抜けて、ここ試着室だったのに、こっちにこっちになってる。何でも知ってる私。来てくれてるからね。またお買い物します。今日もシールームのパンツ履いてます。お気に入りの。これかわいい。わーい、やったー。お花いただきました。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございますのお花いただきました。ありがとうございます。素敵です。ゆみさん、ゆみさんかわいいです。ゆみさん、ゆみさん、かわいい。嬉しい。ハッピー。
リーナを待ってます。安定にリーナは遅れてます。リーナの方が先についてることない。めっちゃあったかいわ、最高。リナが来たんですけど、いろいろやばいことが起きてまさかの服がマジで一緒です。一緒すぎてやばい。中黄色着て上カーキなの。やばい、やばい、恥ずかしい。ディズニー、やばい、恥ずかしい。やだ、恥ずかしい。もうやばい。まさかの格好がお揃いすぎてびっくり。リナから誕生日プレゼントいただきました。なんかこのまま来たんだけど、それ見せないで。これ何？それ見せないで。なんだろう、細めのタンプで。じゃあストレートアイロン買った。あ、嬉しい。え、買った？買ってない。買った。やったー、リファのストレートアイロンをもらいました。めっちゃ嬉しい。ストレートアイロン欲しいって言ってた。やった。ありがとう。めちゃめちゃ値段も書いてるよ。やめて。ワンプイ、ワンプイ。もうでもさ、これラッピング、コンソートじゃなくて。ありがとう。本当にありがとう。斬新な渡され方をしました。いや、ありがとう。あったかい。ポーチドエッグ食べます。美味しそう。プルプルです。こんにちは。かわいいよ、ここ。写真撮ってあげる。友達の展示会に行きます。久々、2年ぶりぐらい。嘘だ、元気だよ。春樹のブランドの展示会に来ました。これかわいい、かわいい。着てみようかな。かわいい。私も持ってる。え、これ買った、グレー。かわいいよね。あー、こっちも開けれるってことかね。しかもさ、気持ちよくない？めっちゃ気持ちいい。あったかいし、ロゴがこれになって。なんかね、今回これはまた別で作って、かわいい、シリーズみたいな感じです。かわいい、気持ちいい。気持ちいいよね。口出れる、出れる。カレーそうしよう、ないわ、ちゃんとね。じゃあね、頑張って、バイバイ。美味しそう、最高。生前ランチ、帰宅しました。今私が着てるこのジェラピケのパジャマもバレンタインコレクションのジェラピケなの。めっちゃ可愛いよ。しかもね、じゃーん、かわいいよ。ワンちゃんのお洋服もあるの。ジェラピケはワンコのお洋服とかペットグッズも本当に可愛くて、いつも買ってるんですけど、ワンちゃんのお洋服可愛いからさ、合わせて欲しくなっちゃって、それで自分のパジャマも合わせて購入しました。ゆるにも着てもらいます。可愛いです。あとは今日届いたものがあります。じゃーん、これさ、どこのスキンフードとおぱんちゅうさぎのコラボで、キャロットカロテンカーミングウォーターパッドっていう、多分あの拭き取りシート、化粧水パッドか、トナーパッドみたいなのがおぱんちゅうとスキンフードのコラボで、可愛すぎたのでポチりました。めっちゃ可愛くない？これ、これ使うの楽しみ。可愛いです。もったいないから使いたくないけど、これ使い終わっても、もうこの入れ物は大切に取っておいて、小物とか入れようかな。帰宅して今7時ぐらいなので、夜ご飯を作って今日はゆっくりします。そんな感じです。今日は